ティラノサウルス出撃だ。まずアイドルの寝起きドッキリのお約束、脱いだ服の匂いを嗅ぐ。通常はレポーターが匂いを嗅ぎ抱きしめにんまり。しかしティラノサウルスは服を加え、なぜか放り投げた。さあ、遊びはこれくらいにして、いよいよ寝起きドッキリスタート。何も知らず眠り込むアイドリングのメンバーたち。口闇にそっと顔を近づけてみる。全く気づく気配なし。ではそろそろ起きていただきましょう。いや、怖っ。パニックになっている中、一人だけ気づかず眠り続ける。朝日ナウ、ドライヤーめっちゃ来てるやん。めちゃくちゃストレスですよ。
ってきた青年。座った。そしてお金を入れた。カウントダウン開始。気持ちよさそうにマッサージを受ける青年。しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだ。なんとこのマッサージ機、壁ごとひっくり返り、いきなり白銀の世界へ放り出されてしまうのだ。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。いきなりの事態に呆然とする老人。何が起きたのかとスキーヤーも呆然。しかしこの老人、スキーヤーの注目を浴びながらもすごすごと入り口へ歩き出す。何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年。そしてお金を入れ、カウントダウン開始。止めて。まずはマッサージ機が回り出した。一体この後マッサージ機はどうなるのか。火を吹いて壁を飛び出したマッサージ機はなんとソリに大変身。真っ裸で発進した青年はスキーヤーたちの間をうまく滑っていく。そしてジャンプ成功。次はこの青年。カウントダウン開始。マッサージ機が回り出す。しかし青年の友達は助けを求めずただ見てるだけ。さらに友達逃げる。全裸の青年を乗せ華麗に雪上を滑っていく。とその時クラッシュ。午後6時、リフトも終わり、最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろす。お金を入れた。カウントダウン開始。おマッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている。だがお茶をかぶりながらも大絶叫。しかしこれはかなりのスピードが出ている。ということは見事大ジャンプ成功。そのまま加速し直滑降。誰もいないゲレンデに彼の姿。はい、もしもし。帰って怖いと。あ、違う。見られるのか。南明だ。普段どんな歌ったんですか。アニソンが多いですね。アッキーナを部屋に残しドッキリスタート。いいタイミングだ。
恐竜の出現にどうなるのか。Thank you.